島太郎役木村亮さんです。乙姫役上原貴子さんです。乙姫の警護シャチヒ役豊田真帆さんです。ミカド役泉元也さんです。乙姫のチーヤ的存在亀役斉藤悟さんです。浦島太郎の友達武蔵役崎本ひろみさんです。乙姫の父竜王役坂本健二さんです。高橋神将軍役立方弘和さんです。それでは、前列の登壇者の皆様ご着席ください。続きまして乙姫の兄皇太子役滝口幸宏さんです。大王葛族虫参謀役辻本勇気さんです。乙姫の妹平姫役森田鈴香さんです。お三方もどうぞお着席ください。さあ、そして今回の公演で地上デビューを果たすことになりました海のアイドルグループ守り隊をご紹介したいと思います。守り隊。さあ、まずは愛隊役竹内俊さんです。続いてキズシ隊役中村太郎さんです。爪隠し隊役清岡博和さんです。蝶ネクタイ役増井健人さんです。奪い隊役加山圭介さんです。そして変態役塩川渡さんです。さて、ルひまわりとメイザはこれまで5作品の歴史ものの舞台を制作してまいりました。過去を生きた先人たちが織りなす人間の物語を笑いあり涙あり歌ありのエンターテインメントとして描き、新たな演劇のジャンルを目指してまいりました。その中でご覧くださったお客様たちが個々の歴史物語ではありますが、祭りという名のもとに一つの新たな舞台ジャンルとして祭りシリーズと呼び、毎年恒例の年末舞台として楽しんでいただけるまでになりました。そして今回は誰もが知っている日本昔話浦島太郎をモチーフにカテゴライズできないミュージカルの新ジャンルを目指して、冬の年末ではなく夏のお盆に打ち出すこととなりました。子供の頃から何度も聞いている昔話はタイトルを聞いただけでほとんどの方がお話や登場人物を連想することができますが、よくよく読むとなぜこの展開なんだろうと疑問を抱かざるを得ないものもたくさんあります。例えばなぜ玉手箱だったのか、なぜ桃太郎は桃だったのか、なぜ竹から出てきたのか、こういったたくさんの疑問を解決した上でこれまで通りオリジナル脚本にこだわり、たくさんの味付けを加えた作品になっています。海外から輸入するミュージカルはたくさんありますが、ぜひ日本の昔話でもありますし、海外の方にも逆にご覧いただける作品を出したいと思っております。続きまして、本日スケジュールの関係でご欠席となりました演出の板垣恭一さんよりメッセージをいただいておりますので、私の方からご紹介させていただきます。演出担当の板垣です。ルーひまわりさんとはこれまでいろいろな作品を作ってまいりました。そのどれもが既存の演劇の枠組みを借りつつも少しだけ違うものになるよう目指してきました。新ジャンルのエンターテインメントを生み出したいと考えているからです。今回はミュージカルという枠組みをお借りしつつの試みです。太郎浦島はミュージカルでありショーでありおとぎ話であり人間ドラマでありコントです。いわばエンターテインメントの五色丼みたいなもの。どれくらい本気のミュージカルかというと、毎年ニューヨークで開かれているミッドタウンインターナショナルシアターフェスティバルアワードにおいて2013年に最優秀ミュージカル作曲賞を受賞なさった伊藤康弘さんが音楽を作っていらっしゃる。
どれくらい本気のエンターテインメントかというと、悪の強い個性派俳優であり、今あちこちで本を書いてもらいたいとオファーが殺到中の池鉄さんこと池田鉄彦さんが脚本を書いていらっしゃる。そして今や演劇界で軽く引っ張りだこのこの演出家板垣が演出をしている。つまりこれはブロードウェイと下北沢と銀座のミックスもんじゃ焼きです。美味しくならないはずがありません。その上出演者も様々な分野で腕自慢のクセ者たちが勢ぞろいしました。どうか皆様には劇場にて大いに笑い大いに泣き、できれば一緒に大きな声で歌ってほしいと思う次第です、という演出の板垣恭一さんからのメッセージを紹介させていただきました。軽く引っ張りだこと、ご自分ではおっしゃっておりましたが、軽くではなくかなりねお忙しい演出家の板垣さんからのコメントです。ありがとうございました。さあ続きまして本公演の脚本をご担当いただきました池田鉄彦さんより作品の内容のご紹介などお話しいただきたいと思います。池田さんよろしくお願いいたします。はい、脚本を今回は担当させていただきました池田と申します。皆様ご存知の通り、私はですね、ヘナチョコ俳優として有名でございまして、そんな俳優がなぜミュージカルの脚本を書くのか、そこからまず謎だと思うんですけども、お話をいただけたのは去年の冬でした。まず明治座でミュージカルをやりたい、その脚本をお願いできないかというふうにお話をいただきまして、まあ軽くドッキリなんじゃないかなって、まあ、思いますね。今年に入りましてから、その内容が浦島太郎の話であるというふうに聞かされまして、その時点でもそれもちょっとドッキリなんじゃないかな、浦島太郎でミュージカルやりたい明治座で、だいぶ無茶ぶりだと思うんですけど、私俳優としては、何でも受けるが信条でございまして、無茶ぶりは全てこなしていこうと思っていましたのでお受けしました。どんな作品になるのかと思っていましたが、どんどんキャストの発表がされていき、その都度あこれは本気なんだということが分かってきまして、素晴らしいキャスト、そして、スタッフの方々が集まりまして、伊藤さんの曲が出来上がる、あこれ本格的ミュージカルって言っちゃっていいんじゃないかなと私は思いました。浦島太郎の話は多分1分程度で話ができるようなシンプルな内容ですが、本当に謎がいっぱいで、なぜ漁師なのに亀を助けたのか、食べればいいじゃない、売ればいいじゃないか、そこから始まり、なぜ、ある意味部下のてか仲間の恩人だった浦島太郎を、煙が出て老人にしてしまうような、まあ、武器ですかね、凶器みたいなものを渡したのか、で浦島太郎は開けるなと言われたのになぜ開けてしまったのか、その辺の謎が、まんま残って何千年と受け継がれた話だと思います。その謎が全て今回解き明かされます。今まで不思議だなと思って流していた話が、この太郎浦島で全て、明らかになる、そしてお子様たちもあそうなんだ、これが本当の浦島太郎の話なんだっていうふうに納得してくれるんじゃないかっていう、そういう作品になっております。ミュージカルとしても楽しめますし、浦島太郎ってどんな話だっけね、そこから入っても楽しめる、そんな素敵な作品になっております、なるはずでございます。そのために、本気のキャストと本気のスタッフが集結してくださいました。これは日本初といいますか、日本が誇れるミュージカルに、なるはずじゃないかと私は思っております。その期待で本当に胸がワクワクしております。皆さんもぜひご期待ください。そしてご家族でぜひ、見にいらっしゃってください。はい、以上でございます。池田さんありがとうございました。それでは出演者の皆様からご自身の役柄や意気込みについてお話を頂戴したいと思います。まずトラブルメーカーで世界一ついていない男、浦島太郎役木村亮さん、お願いいたします。浦島太郎をやらせていただきます、木村亮です。そうですね、板垣さんも池鉄さんも勝手にハードルを上げてくださいまして、今本気の役者というのすごく光栄なんですけれども、ぜひこの浦島太郎の謎解きが全部詰まったこの作品をですね、この素敵なキャストたちと一緒に素晴らしい作品にしていきたいと思いますので、
ぜひ劇場に足を運んでいただけるととても嬉しいです。お願いします。ありがとうございました。続いて引きこもりの乙姫役、上原多国さん、お願いいたします。はい、乙姫役を演じます、上原多国です。引きこもりの乙姫というふうにご紹介されたように、今回その私が思い描いていた乙姫が本当この作品で、いい意味で崩れました。本当卑屈さがマックスに至ると本当180度変わったキャラクターになったりするので、そういったちょっとまた今まで思い描いていた乙姫とは違う乙姫にぜひ会いに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて乙姫の警護、シャチヒ役の豊田真帆さん、お願いいたします。シャチヒ役の豊田真帆です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。私の役は乙姫と対立するとっても意地悪なママ母の役です。ただ本当に今おっしゃった通り、乙姫がおとなしく可憐な乙姫ではなく、対抗してくる今までにない乙姫なので、私もさらにパワーアップして頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて地上のスーパースターミカド役、泉元也さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。この度ミカド役を仰せつかりました狂言泉流二十世宗家の泉元也でございます。よろしくお願いいたします。昨日七夕で、雲がかかっていて天の川が見えなかったというのが東京なんですけれども、雲を抜けると天の川は必ず見えるんですね。それと同じように、海もですね、波風が立っていても深海まで潜ると、大変落ち着いた流れが、常にそこにはありまして、夢の国が広がっているんじゃないかというような、幻想を、地上に住んでいる人間は常に持っていたようでございます。そういうことで考えますと、雲と海の間、いつもですね、あっちに行ったりこっちに行ったりと人の思惑で大変な世の中を過ごしている地上組ということで、地上の帝でございますので、そんな世の中をどのように表現していけるのかなとか、竜王を率いる海底のですね、皆さんに対抗して、自分たち地上の帝として、魅力的な世界を描いていきたいというふうに思っております。登場回数に関わらず、印象を残していけるような、そんな帝でありたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて乙姫のジーヤ的存在、亀役の斉藤悟さん、お願いいたします。亀役の斉藤さんでございます。万年、生きているということで、なんかこの竜宮城の過去から全ずっとしなんか生きてるみたいですね。でこの卑屈な乙姫を養いながら、竜宮城もなんかこうガタガタになってみたいらしいんですけど、まあ今年も今年の夏はすごくなんか暑いらしいですね。こういう暑い時に昔、最近やらなくなったんですけど、よくパチンコ屋に入って、海物語なんかやってます。あれをやるととってもスカッとした気分になります。せめて海物語みたいな芝居にしたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いてちょっとナルシストな浦島の友人、武蔵役の崎本博美さん、お願いいたします。皆さんこんにちは、崎本博美です。ちょっとナルシストな、太郎の親友武蔵役をやらせていただきます。ちょっとナルシストというか、ちょっとこう熱い思いが溢れてしまって、その思いをこうほとばしらせるあまりにちょっとナルシストに見えてしまうところもありますが、その熱い思いが友情であったりとか母親に対する気持ちであったりとか、そういうものがこう、たくさんね、こう込み上がってしまうという、そういう熱い思いをですね、舞台を見に来てくださったお客様に、客席にまで届くように、熱い思いを持ってですね、お届けして最高に面白いエンターテインメントを作っていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて竜宮城の主で乙姫の父、竜王役の坂本健二さん、お願いいたします。竜王役の坂本健二です。僕の役は竜宮城の王様ということなんですけれども、皆さんが思い描いているような、
ったり貫禄だったりというのが全然ない人間味あふれる、役になったらいいなと思っています。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いてダイオウクゾクムシに片思い中の深海生物タカアシガニ将軍役の立方広和さん、お願いいたします。はい、タカアシガニ将軍の立方広和です。僕は、ダイオウクゾクムシ参謀に恋をするというなんか不思議な設定なんですけども、個人的にはダイオウクゾクムシ実際のビジュアルちょっと苦手なんですが、今回この舞台ではとても素敵な青年が参謀役を演じてくれているので、大きく大きくこう愛を持って接していきたいなと思いますので、そこのところを楽しみにしていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて乙姫をいじめ抜く意地悪な乙姫の兄王子皇太子役滝口幸宏さん、お願いいたします。皇太子役の滝口幸宏です。よろしくお願いします。今回ですね、乙姫のお兄さんで、乙姫をずっと、いじめていく、家族ぐるみでいじめていくわけなんですけれども、やっぱこういうのは裏での関係性が大事だと思うんで、稽古場でもいろんないたずらをたくさん仕掛けて、本気で怒るか事務所の人が出てきそうになったらやめたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて策略家な大王グソクムシ参謀役の辻本勇樹さん、お願いいたします。はい、大王グソクムシ参謀役をやらせていただきます、辻本勇樹です。ですね、このルひまわりさんのシリーズは5年目ぐらいになるんですが、とうとう大王グソクムシ役が来たかと、待ちに待った役でございます。いよいよ来ました。はい、悪役でございます。精一杯、はい、高橋ガニ将軍の恋心を利用して私、のし上がりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて乙姫の腹違いの意地悪な妹平姫役森田鈴香さん、お願いいたします。平姫役の森田鈴香です。よろしくお願いします。上原貴子ちゃんとはプライベートはすごくお姉さんみたいに仲良くさせてもらってるので、平姫は意地悪なので、どっぷりと平姫といじめたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、続きましてアイドルグループ守り隊にもご挨拶をいただきたいと思いますが、その前にですね、池田さん、そもそもこの守り隊というのはどんなグループなのかちょっとご紹介いただけますか。はい、竜宮城を守る、もともとは近衛兵だったんですけども、アイドルグループとしてデビューしちゃいました。なぜなら竜宮城はそれまで幸せな平和な国だった、城だったので、アイドルグループとなってしまいました。今回そうですね、せっかくですから皆さん守り隊ということで、はい、ちょっと関係見ますね。じゃあ元気でですね、挙手していただいて、はい、そんなあなたを守りたいというキャッチフレーズがありますけども、はい、皆様自己紹介とともにこの公演での目標を丸々したいでお答えください。はい、無茶ぶりをしましたよ。はい、じゃあ守りたいの皆さんちょっと挙手に、はい、じゃあお願いします。はい、はい、キスしたい役をやらせていただきます中村太郎です。今回僕は19歳でちょっと最年少なんですけれども、偉大な先輩方と、歴史のある舞台に出演させていただくことに、本当に感謝をしながら、できる限り、本当可能な限りいろんなことを吸収したいと思っております。あと1ヶ月ほどで本番ですが、最後まで真摯に臨ませていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、どうぞ。今回奪いたい役をさせていただきます香山健介です。よろしくお願いします。舞台というのは初めての経験で、今回本当に右も左もわからない中参加させていただくんですが、皆さんの足を引っ張らないように、いい舞台を作っていきたいなと思います。僕は奪いたいという役名なので、この舞台を通してたくさんの人の心を奪いたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今のところボケてないですけど大丈夫ですか。これボケるコーナーじゃなかったの。あ、これからですか。あ、これからなんですね。ごめんなさい。はい、それではちょっとハードルが上がりましたが、竹内さん
氏です。このあ守り隊の一応リーダーという役設定もあるんですが、僕年齢的にはちょうど真ん中なのでですが、しっかりまとめしたいです。しっかりしたいしまとめたい、はい、あ、はい、よろしくお願いします。さあ、続いて増井さんの方からお願いします。はい、蝶ネクタイ役をやらせていただきます増井健太と申します。ちゃんとしたいです、よろしくお願いします。え、もういいの？どうした？アピールした？あ、ちゃんとやりたいと思います、よろしくお願いいたします。ちゃんとできました。ありがとうございます。冷たくしたい役、月岡弘和です。僕はこの舞台をぶっ壊したいと思います。どういう意味で？いろんな問題があるよ。すいません、はい、真面目に言います。真面目？そうですね、皆さんの持ってる浦島太郎のイメージをいい意味でぶっ壊したいなと思っております。さすがですね、はい、す、じゃあオチは任せます。はい、それでは最後まで冷たくな振りをされましたが、変態役の塩川渡です。今回守り隊の中で最年長になってます。僕はですね、このミュージカルを機にトップアイドルとして出世したいです。以上。いや、すごい反応でしたね。マットもいられましたね。はい、はい、守り隊の皆さんありがとうございました。池田さんもありがとうございました。今回披露させていただきます楽曲は6曲ございます。まず1曲目、トレジャーフィッシングという曲ですね。漁師たちが魚の種類を歌い上げ海を参加するオープニングソングです。本番では漁師たちが歌いますが、本日は会見用に武蔵役の崎本さん、皇太子役の竹口さん、そして守り隊たちが歌い上げます。そして続いて2曲目は、武蔵が太郎を歌で紹介する曲、ないないないですね。歌で自分を表現しようとした主役太郎を差し置いて、すごく暑苦しい雰囲気で太郎の人生を歌い上げます。主役を奪ってしまうところがあるんですね。3曲目は、スーパースター泉元哉さん演じます帝が守り隊を引き連れて歌います。昼夜民のことを守り隊と歌う昼夜昼夜という曲になっています。本番では泉さんをセンターにアイドル的なダンスもつく予定でございます。4曲目は上原さん演じます乙姫のソロ曲、生まれてサーセン。サーセンという言葉は若者の言葉ではすいませんって、ね、サーセンでした。それを、タイトルにしました。生まれてサーセン、卑屈な乙姫が自分の存在を嘆くけれどもとてもパワフルな曲となっております。いい曲です。そして5曲目がだけどだから。深海の生物ダイオウグソクムシ参謀が乙姫のことを思い、そしてその部下高橋ガニ将軍が参謀への片思いを歌うというちょっと二重に複雑な恋を歌っている曲でございます。そして6曲目が昔話というこの作品のテーマ曲ですね。今回はこちらも制作会見特別バージョンとしまして、竜王役の坂本氏とティーケメ役の森田鈴香さんが最初のパートをソロで歌い上げ、その後出演者全員でのエンディングテーマ曲となります。そして最後の曲、こちらが太郎の曲、ずっと不幸だと言われ運悪く生きていた二人がお互いの不幸を分かち合おうと歌う半分こしようという曲になります。バラードですね。いずれも本当に素晴らしい名曲たちに仕上がっております。それではどうぞお楽しみ。
スタッフみんな力を合わせてこう地上の世界をですね魅力的に見せれば大丈夫だろうということで、お受けいたしました。ただ冗談はさておきですね、本当に限られた場面で、海の中と、地上っていうところを、つなぐ役目であったりそれぞれの世界の特性というものが出せるようにというふうに思っていますので、今回歌も歌わせていただきますし、自分も初心者に帰った気持ちで、ミカドという役を魅力的に作っていければ、そしたらばですね、きっといいカンパニーの中で素晴らしい作品の一員として、終わることができるんじゃないかというふうに思って、衝撃を受けながらもやる気の方が勝ったというところでお受けいたしました。はい、はい、ありがとうございます。続いて斉藤さんお願いいたします。万年生きてる亀というのがやっぱり一つの、キーワードだと思っておりまして、つまり本当に保守主義というか全体が安定している秩序、そういうものを多分根底的に、持ってるんですよね。今までやってる役いろんなもので結構公務員とか警察署とかそういう役が多いんですね。でやっぱそういうふうに見られるんですね。で、だから、まあ、しょうがないなと思ってますけどね、はいはい。でまあ私の周りみんなイケメンばっかりで、でその中で、まあ、年もこんなに一番上なのかな、まあ、ぴったりの位置にあると思いますね、はいはい、敵役らしいです。頑張りますので久住さんよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。続いて崎本さん、はい、今回の役を受けた時の感想をお願いします。はい、量すごいですね、吹きたいな、暑いんですよ、すいません。それが物を持っていただけたら、持ってきていただけたら嬉しいです。あ、いいんですか。ありがとうございます。はい、そうですね、はい、まあそういう、はい、木村君の、まあ、親友の役だということで、浦島太郎をやっぱりこう、まあ、両親にいじめられる亀をいじめてっていう、あ、いじめて、いじめちゃダメだ、助けてっていうところから、そんな太郎にが実は地上では割と疎まれてたりとか、その不運ゆえに、で友達があんまりこう多くなかったりする中で、武蔵がなぜ親友なのか、あるいはこう海に行った時に武蔵がまたちょっとした危機に陥った時に、その地上の友達を思いやる武蔵というものを、あ、武蔵じゃない、う、太郎、ごめんなさい、めちゃくちゃですね太郎というものを、はい、いかにですね、まあ、太郎にとって大事な友達であるのか、その、まあ、さっきはそのついてない漁師だ太郎はなんていう風な歌を歌ったりしているけれども、ただそうからかっているわけじゃなくて、すごく友達として自分にとっても大切な友達だからこそ、熱い思いでこう友情を築き上げているというところを示すことができたらなと思いまして、この役に臨ませていただきたいなと思いました。はい、はい、そんな感じでよろしくお願いします。続いて坂本さんお願いいたします。あ、僕は、初めて見せてもらって、竜宮の王って書いてあったんですけれども、17年ぐらい前に、まあ、某劇団でライオンの王をや3年半ぐらいやってまして、まあ、百獣の王と竜宮の王をかけてるのかなと思ってたんですけど、まあ、台本読んでみたら全くそのライオン的な躍動感なんてものは全くない真逆な役だったので、あ、まあ、それは僕の勘違いだったんだなと思いました。まあ、新たに、竜宮の王、過去は忘れて作りたいと思います。お願いします。ありがとうございます。立方さんいかがでしょうか。はい、大王グソクムシ参謀に、まあ、恋をするという高橋が将軍ですけど、なんか本を読むととてもなんかこの将軍はこうピュアというか思いが一筋というかそんな感じがするので、そういうピュアな心をこの年まで持ち続けているのかどうかちょっと不安ですけど頑張ってそういうところを表現できたらなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。続いてじゃあ柿口さんにお伺いしたいと思います。はい、そうですね、やはりその性格の悪い、皇太子、まあ、いじめる皇太子ということで、実際あんまり今までそのすごい性格の悪いという役
ったことがなくて、いやどんな風になるかなって結構不安というかあれもあったんですけど、やっぱり僕らのそのやっぱり子供からしたらお母さんが一番性格が本当は悪いんだろうなと思ってるんで、うちの母についていけば間違いないと、ないんだと思ってます。母の腹黒さを見せていただければそれについていきます。お願いします。よろしくお願いします。続いて辻本さんお願いいたします。はい、私は今もうダイオウグソクムシ代表としてここに座ってると思う、そういう気持ちでいますので、もうダイオウグソクムシに恥じぬよう、精一杯、ダイオウグソクムシを頑張りたいと思います。はい、ダイオウグソクムシでした。はい、よろしくお願いします。森田さんいかがでしょうか。ミュージカルっていうのが初めてなのですごいワクワクしてるんですけど、緊張もあってできるかなっていう不安なんですけど、頼もしいもう皆さんがいらっしゃるのでいっぱい学ばせてもらって頑張ろうと思っています。はい、はい、ありがとうございます。続いてじゃあ中村さんからお話を伺いたいと思います。キスしたいということで、はい、ちょっとかなり衝撃的ではあったんですけど、変態さんもいらっしゃるんで、まあそれに比べたらまあ大丈夫かなっていうのは正直な始まりでした。で、まあ原作もないので、この守りたい6人の関係性とかを、まあ、これから自分たちで一から作り上げていけたらなと思っております。以上です。ありがとうございます。加山さんいかがでしょうか。はい、さ初めてのやっぱ舞台でやっぱ緊張もあるし、この奪いたいっていう役がワイルド担当ということで、いかにこのワイルドさを、自分のワイルドさを出していけるかっていう、はい、ワイルドです。ワイルド、はい、ワイルドになりたいと思います。はい、期待しております。竹内さんお願いします。はい、会いたい、誰に会いたいんだろうなってずっと思ってたんですけど、まあ、きっと見に来てくださるお客さんなのかなと思いながら、今立ってるんですけど、もしかしたら違うのかなと思うので稽古とかでも見つけていきたいなと思っています。でもリーダーでよかった、やったって思いました。はい、ありがとうございます。増井さんお願いします。蝶ネクタイ、一人だけ名刺で蝶ネクタイ、これはどういうふうに役作りをしていこうかなって今から思ってるんですけど、でも可愛い担当って書いてあったんで、しっかり可愛さはもう出てると思うんで、しっかりと、とても可愛く、やっていきたいと思っております。そして、精一杯パフォーマンスで、皆様を、楽しむ世界に連れていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。月岡さんお願いします。はい、最初ツンデレ担当って言われた時、僕よく意外と腹黒いよねって周りに言われるんで、あ、俺のために来た役だなっていうことで、はい、もう見に来てくださるお客様、皆様に冷たくしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、そこそこにお願いいたします。最後石岡さんお願いします。まあ最初にちょっと変態けなされましたけども、ちょっと変わった役だよと、最初お伺いして、役名を見たら変態となってましたので、変態で、あ、なるほど、変わってる体だと認識したんですけど、まあ台本読ませていただいて、確かに変わってるなと、認識しております。まあ普段はどちらかというと冷たくしたいとかそういう系の役どころが多いので、いい意味で守りたいを引っかき回せたらいいなと思っております。はい、ありがとうございます。という皆さんのお話を受けて池田さん、いかがでしょうかね。皆さんの感想というか、その役をもらった時の印象ですとか感想をお聞きしましたが、はい、今のところ戸惑いが 80% ぐらいなんですごい不安なんですけど、はい、確実に面白くなるっていうワクワク感は私の中にありますので、はい、これは多分裏切られないんじゃないかなと思っております。うん、ちょっと私一人北総演舞です、はい、楽しみです。はい、ますます期待が膨れますよね。ありがとうございました皆さん。読売テレビ神谷と言います、よろしくお願いします。今回浦島太郎という題材で歌って踊るミュージカルということで、子供から大人まで家族で楽しめる舞台だと思うんですけども、木村さんと上原さんにお聞きしたいんですけど、まあ、もちろんいろんな人に見てもらいたいと思いますけど、特にこんな人に見てもらいたい、どんな人に見てもらいたいっていうのはありますか。そうですね、最初にお話をいただいた時に、夏休みなので観光
光に来ている外国人の方々にフラッと入っていただいて、ちらっと見ていただいて、そして世界に羽ばたけたらなというふうにルーひまわりさんの方から言われたので、あ、外国人の方にもこう受け入れられるようなすごく面白い作品にしていきたいと思ってます。で、もちろん日本の方々にも本当にちっちゃい子供から、本当にご老人の方までですね、老若男女、すごい広い幅で、見ていただけたら嬉しいと思ってます。はい、はい、私個人的な見てほしい人というのは、今回この明治さんの舞台は4歳から、見れるということで、ちょうどめいっ子ちゃんがまだ小学生に上がっていないので、家族で姉の、家族を招待して来てもらえるっていうのは、本当に今回はちょっと個人的なことで申し訳ないですが、はい、楽しみにしています。はい、なので小さいお子様から、夏休みですので、ご家族の方皆さん揃ってたくさんの方に来てもらえたらなと、はい、思います。そういうことでは木村さん、ご自分のお子さんには見てもらいたいですか？そうですね、もう僕が何回浦島太郎だと言っても一寸法師って言うんで、多分見に来たとしても理解はしないんじゃないかなと今のところ思っております。はい、浦島太郎ってことは知ってるんですよね、子供さんも。そうですね、知ってると思うんですけどね、どうしても一寸法師って言うんですよね。なぜか、ちょっと聞いてみたいと思います。でも喜んでないですか、浦島太郎。あまり僕の、そうですね、浦島太郎っていうお話をそこまできっと読んであげたことがないのかもしれないので、でもそうですね、あまりオーダーもされないので、そうですね、ぜひこの作品をもし見に来ることができれば、きっと浦島太郎ファンになってくれるんじゃないかなっていうところがありますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。他にいらっしゃいますでしょうか。じゃあ一番前の女性の方お願いします。トヨタさんと、泉向井さんにお伺いしたいと思います。お二人おそらく今回ミュージカル初挑戦になるのではないかと思うんですけれど、ミュージカル挑戦するにあたって、本番まで、どういうふうに、過ごしていきたいかとか練習していきたいかっていうところを教えてください。ストレートプレイで歌ったことはあるんですけれど、ミュージカルというふうに名がついたのは初めてでして、実はですね、私5年ぐらい前から歌い狂っておりまして一人カラオケ週3回ボイストレーニングの先生にがっつりついて歌い続けておりました。それもすごく面白いきっかけだったんですけど、ある時タモリさんが司会の音楽番組がありまして、桜特集をやってたんです。で、家でその歌が好きだったものですから端から歌っていて、本域で歌わなきゃいけない歌があったんですね。で、夫が横でパソコンをやって仕事をしていました。で、ある時本域で歌った時に、真帆歌えんのっていう言葉を、いただきまして、実は結婚10年目にして私が歌を歌うってことが初めて分かったんです。で、夫婦ですと7年目にして夫がナスが好きとかですね、いろんなことが発覚するんですけど、面白いんですけど夫婦って。で、そこから急に歌い出したのは、実は、ある歌手の方の歌が歌える女優を探してたんだけれども、うちにいたのかよっていうオチがありまして、そこからこう歌に集中的に目覚めて歌っておりました。はい、だから今回もいいご縁でこの前ある方の25周年のコンサートに司会と歌で出させていただいた時もきっかけになっておりまして、お話をいただいたので、はい、ミュージカルに出させていただきます。はい、そういう経緯です。はい、僕実は以前に音楽劇という形で1000年生き続ける吸血鬼で5、6曲一つの舞台で歌うということが
ありました。ただミュージカルってついたのはおっしゃる通り初めてで、それこそ本当に先ほど歌うモンスターって言いましたけど、はい、あのいらっしゃるので、生徒ミュージカルの皆様がこういらっしゃる中で、歌を歌うっていうのはまた一つ緊張の度合いが違いまして、ただあの自分そのご存知かもしれないですけど狂言師でございまして、狂言というのは600年前に生まれました喜劇なんですけども、舞台があって舞があってそしてお芝居があるということなので、自分は室町時代に生まれたエンターテインメントだと思って今の時代に演じ続けています。そういうことで言えば今回歌あり踊りありそしてお芝居ありの、2時間余りの4時間ぐらいのですね、夢舞台ということで、当然のことなら勝手が違いますから、盗めるものは本当に稽古場でもたくさんの方の歌とかですね、聞きながらいいところを盗みながらそしてチームワークを持って、今回のミュージカル挑戦しながら一つの舞台を作っていきたいな。 あともう一つ心強いところがありまして、あの今日守りたいという形で後ろにいてくれているみんなもですね、あの実は地上組でもですね、あの自分を後押ししてくれますので、そういった若い力も借りながら、はい、あの歌にも演技にも、全力投球していきたいというふうに思っております。ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい、それではですね、今日ご来場いただいているお客様からの質問を、ここでさせていただきたいと思います。質問はですね、事前にご来場のお客様からいただいておりますので、その中からこちらで選ばさせていただきました。今からお名前をお呼びしますので、質問の方を直接お願いしたいと思います。それではお名前を呼びたいと思います。愛和樹様、いらっしゃいますでしょうか。愛和樹様、いらっしゃいましたらちょっと挙手をお願いいたします。あ、じゃあ今マイクをお渡ししますので、はい、その場でお願いいたします。反対側からになってしまいますが、マイクをリレーしていただいて、それではその場でそのマイクでですね、ちょっとご質問の方をお願いしたいと思います。すいません、こんにちは。木村亮さんに質問です、はい、今浦島太郎役で竜宮城に行ってますが、もし行けるんだったら おとぎ話とか昔話の世界に行けるんだったらどこに行きたいですか。おー、すごいファンシーな質問だ。おとぎ話の世界ですか。やっぱり僕竜宮城に行ってみたいですね。